はい、えー、今回ですねこの多肉植物のファイヤーリップ、えー、エケベリア族というのを、えー、購入してみたので、えー、こっちのですね、小さなポットに植えてみようと思います土はですね、えー、こちらに入っているのはですね余っていた花用などに使う、えー、園芸用の土になっています サボテンとかこういった単ク植物用の専用の土もあるのでそういった土購入して移し替える方がまあいいかなと思いますが今回は余ってた土で代用してやっていこうと思います。 はいえー、今回ですねこのサイズがちょうどこのポットとほぼ同じぐらいで、えー、特別土を足さなくてもですね、えー、良さそうな具合だったので、えー、こういう感じで、えー、作業を完了したいと思います あとは少しですね、様子を見ながらですね、多肉植物ですので、そんなに水を頻繁にやる必要はないと思いますので、1週間とか10日に1回ぐらいですね、様子を見ながら水をですね、あげるといいと思います。はい、今回ですね、ファイヤーリップの 植え替え替作業をしてみました。